広島市の中心部にある流川やげんぼり地区。およそ3000軒の飲食店が集まる中四国地方最大の歓楽街です。どうも、赤間さん、おめでとうございます。久しぶり。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。どんな、そうですね、12月はですね、正直2021年よりもちょっと数字悪くて、まあ、ちょっと忘年会少なかったんだ。まあ企業があんまりね、はい、出てないけんね。県内の飲食店やホテルなどの組合をまとめる連合会の会長、佐々木克美さん。馴染みの店を回っていました。社用の利用と接待が本当に少なくて。少ないね。スーツで団体で歩いてる方って見なくなりました ね、 ですね、うん、だからまあここが一番頑張るところだし、はい、本来なら書き入れ時の忘年会や新年会のシーズンも影響は深刻でした。去年は一時良かったんですがね、患者数が増えて、やはり11月12月、今年1月にかけてやはり少ないですね、長いですね、コロナになって。いやー、ちょうどね、3年、まさかここまで長くなると。りゅうちゃん、元気？どうも。どうも。お世話になります。どんな？今ですか？いやー、大変ですよ、やっぱり。そう、はい、予約状況とか。予約もコロナの前に比べるとはないです。もう特に団体さんは、まあ、正直ないんですけど、今年はちょっと広島イベントいっぱいあるんで、まあ、っていうかサミットとか、フラワーフェスティバル、その時に本当にいい形で僕らがお客様を迎え入れるような、ちょっとスタンバイをしてやってます。頑張ろう。はい、ありがとうございます。原爆で焼け野原となった広島市の中心部にできた飲食店街に人々が集い、広島の食と社交の文化を支えてきました。しかし、3年前、新型コロナの感染者が国内で初めて確認。やはり3月ぐらいから、コロナの関係でお客さんがどんどん減っていく。オール広島でみんなで知恵を出しながら頑張っていきたいなと思っております。振り返れば、これは長く暗いトンネルの入り口でした。緊急事態宣言などが繰り返され、飲食店は長期間店を閉めることに。それでも新たにテイクアウトを始めたり、ドライブスルーで弁当の販売を行うなど、多くの店が何とかこの状況を乗り越えようと様々な工夫を凝らしてきました。ところが今、かつてないほどの窮地に立たされています。打つ手がない。やはり中心部がどこの県も間違いなく落ちてますね。お客さんが出てこない、出てこれないような形ですから、やはりなかなか難しいですよね。そして、これまでと大きく異なるのが、今までは県市の支援金とか、いろんな形でのサポートがありましたし、休業保障、時短保障とか、コロナの防止予防のパーテーションとか、いろんな形のものが去年で終わりましたからね。今度は正味の営業でやっていかなくちゃいけない。物価高で仕入れ値も上がり、さらに商売の売り上げが落ち込む日八と呼ばれる2月がそこまで迫っています。こうした中、力を入れているのが特典のついた飲食チケットでのお店の支援です。広島市内で使える広島エイド券を企画し、店側が簡単に申し込めるようにした第2弾の参加を現在呼びかけています。客は5000円でチケットを購入すると、居酒屋やラウンジなどで8000円分利用できます。お店とのお客さんとの交流、その、ね、今ちょっと離れてる形を少しでも、一日でも早く、ね、帰って元のような形に、なるのが目的ですから。遠く行ってないけど、まあ、
この機会にちょっと行ってみたらかという気持ちに少しでもなっていただければと思っております。その広島エイド券を利用している店では、お客様も喜んでいただいて、僕たちも売上が伸ばされて、お互いいい券だなと思ってます。また昔みたいに繁盛していた頃のようなお店になってきているので、すごくありがたいです。すでに75セットを販売し、来店のきっかけ作りになっています。まだまだ戻ってきてほしいなっていう思いはあります。新規のお客様が来られて、その方がリピーターになってくださることが一番いいのかなと思っています。どんどん常連様も増やしていきたいです。コロナ禍で揺れる流川八軒堀地区、広島の食と社交の文化を支えてきたその明かりが再び大きく灯る時を、この街は待っています。